誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め連合地球歴192年5月6日、我々スペースナイツはラダムの攻撃を受け、目下苦戦中である。最悪の場合、我々は全滅する可能性もあるだろう。そんな万一の際、残された人々のため、ラダムと戦う勇気ある者たちのため、このファイルを残すものである。スペースナイツ司令官ハインリヒ・フォン・フリーマン。テッカマンブレードって、その後も数々のテッカマンに遭遇してきた。バカだ。それがまたテッカマンだが、ボルテッカー。そして驚くべきことは、彼らテッカマン同士が運命という一本の糸で結ばれていたことであった。テッカマンエビル、ついにお前が来たか。感激の再会だね、エビル。やはりダメなのか。万に一つも地球侵略をやめることはないのか。我々ラダムが生存していくためには当然さ、弱い者が強い者に食われるのと同じことだよ。しかしテッカマンだって元はみんな人間なんだ。いや、ラダムだ我々がラダムである以上、ラダムのために働くのは当然だ。人間に味方するお前の方が裏切り者さ。エビル、そうは思わないかい、高谷兄さん。深夜、テッカマンエビルは D ボーイこと相葉高谷の双子の弟深夜と、二人は運命的な再会をした。同じ母の体内で一緒に過ごした者同士が争う、自分と戦ってるみたいじゃないか兄さん。じゃあ、俺たちは双子だ。もともと一つだったものが二つに分かれた。どっちか勝った方、一人が生き残っていけばいい。生き残ればな。助けて、落ちる。助けて。さらにテッカマンレイピアも、Dボーイの妹ミユキである。そして彼女もブレードと同じく不完全なテッカマンであった。テッカー。
完全な鉄火マンブレードとエビルたちラダム側鉄火マンとの違いは何なのか。それは D ボーイこと相葉隆也の驚くべき過去から知ることができた。深夜も有害な物質かもしれん。とにかく用心して調査してくれ。相葉隆也とその家族の乗った宇宙船アルゴス号は外惑星の調査中偶然ラダムの宇宙船に遭遇した。そしてその船に乗り込んだアルゴス号のクルーたちはテックシステムに取り込まれてしまうのだった。どうだ、逃げろ深夜高谷。父さん深夜ラダムの兵器であるテックシステムに取り込まれた人間はそこで適合と不適合に分けられる。不適合体質者には死が待ち受け、適合体質選ばれし者だけがテッカマンのベースとなる素体にフォーマットされ、ラダムの有能な兵器となるべく精神支配を受けている。この精神支配がブレードとラダム側テッカマンとの大きな違いである。ラダム側テッカマンにはラダムの知識、本能が植え込まれており、その中には地球人の排除が含まれている。ラダムという誤った本能が加わっただけで、基本的な性格はテックシステムに取り込まれる前とさほど変化はないようである。 D ボーイは不適合体質者としてテックシステムより排除された父構造の手により助けられ、悪辣な精神支配から免れたのである。だが人間の心を持ちながらテッカマンであろうとしたため、 D ボーイは30分の変身リミットを超えると精神が悪に支配されてしまうという弱点も存在する。やったか。ミリーの決死の活躍により D ボーイは
再び人としての心を取り戻すことができた。大丈夫か。だが戦い続ける以上、彼には常にまといつくであろう30分という時間の折りが。不完全ながらも孤独に戦う戦士テッカマンブレード、我々は彼にのみ戦いの苦しみを背負わせぬため独自にテッカマンの研究を進めていた。そしてその研究データをスペースナイツに潜入していた連合防衛軍のバルザック少佐に流し、そこからデータをフィードバックさせた。大正解だな、こりゃ。待っていたよ、バルザック少佐。君の探しているのはこのテッカマンの分析データかな。何から何までお見通しだったということだ。食えない人だぜ、あんた。軍にも情報網を持ってたってわけか。さて、俺をどうする？告発するか、それとも軍相手の取引に使うかい？その結果完成したのがフェルミオン砲を搭載したパワードスーツ、ソルテッカマンである。モニターレンズは0コンマ2ルクス、自動焦点追跡機能はもちろん、各ユニットの脱着稼働性能も問題はありません。ご覧のようにシミュレーションのデータからもパワードスーツの有効性が立証されました。いや、来ないで。なんだあいつ。テッカマン？いや、ちょっと違うみたいだぜ。そういえば、なんとなくこっちの方はセクシーじゃないわ。エビルのサイボルテッカに対抗すべく作られた最高等ボルテッカ、それはソルテッカマンのフェルミオン砲のデータをペガスにフィードバックし、ブレードのボルテッカをパワーアップさせるために開発したものである。最高等ボルテッカは
ブレードのボルテックスをペガスから供給されるフェルミオン粒子で包み込んで発射するものである。我々の予想通り、それはエビルの再ボルテック化をも超え、ブレードの新たな力となった。やったぜ。我々の倒すべき敵ラダムの正体についてだが、それについても D ボーイの妹ミユキの口から数々の新事実が判明した。まず第一に、彼らの基地がオービタルリングではなく月にあるということだった。俺の声が聞こえるか。貴様たちの目覚めとともに我らラダムは地球征服を完了するだろう。貴様たちの最初のターゲットはスペースナイツ本部。ただしブレード、いやタカヤは、この俺が葬る。本来直接地球へと進行するはずのラダムの母艦を、 D ボーイの父相場構造博士の決死の行動により月へと不時着させたらしい。月への不時着はラダムにとって予想外の出来事であった。不時着のショックで地球侵略の先兵となるはずのラダム銃を育てるエネルギー供給システムが破損し、そのため彼らはラダム銃の培養プラントにすべくオービタルリングを占拠、ここを前線基地としたようである。さてラダムの地球侵略の先兵を担うラダム銃であるが、それについても調査の結果いくつかの新たなる発見があった。ラダム銃とテッカマン、外見的には全く異質なこの両者には生まれながらにして奇妙な関係が存在した。ラダム銃に思考能力はない。単純な指揮系統は理解できるものの、自分から行動を起こすことはできない。好き勝手にしてくれた礼をしなければならないな。行けラダム銃よ、人間どもを存分に叩き潰してくるがいい。ラダム銃の最終目的はラダム銃に変化することである。それらを誘導管理するのがテッカマンの役割だと思われる。いわばラダム銃を羊だとすると、テッカマンは羊飼いである。そしてさらにはラダム銃も成長過程であり、それが最終的に花開いた時、地球侵略は終了する模様である。よってその来るべき日が来る前に彼らの真の目的を知ることが我々の急務であろう。以上のようにラダムに関してかなりのことが判明してきた。だがこの先調査を続けることが困難な状況に我々はいる。まもなくこの基地は陥落するだろう。が我々が倒れてもラダムとの戦いは続く。その時もしも我々に続き戦うものがあれば、そしてもしその時テッカマンブレードが生きているならば、願わくばラダムと戦う勇気ある者にこのファイルを託してほしい。地球の未来を信じる者に。
ラダムに制圧され荒廃した地球。そんな中、人々の心を支えていたのは謎の戦士であった。果たしてそれは。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、白い魔人、仮面の下の涙を拭え。